毎度ネギ前です。めっちゃ目きついな。スリーコインズで今回はおたかつではなく、あの一人暮らしのこの家で必要なものを買ってきました。これが今後の動画のやるやつです。めっちゃねデカめ。ちょっと小さいの先に紹介します。まずはこちらのキッチンクロス、これがね6枚入ってるんですよ。こんな感じでね、6枚入ってます。布巾系は今まで業務スーパーで買ってた、いっぱい入ったやつをね買ってたんですけど、これもね色すごい可愛いなと思って、この緑とオレンジとブルー珍しい。これをね今後使っていこうかなと思います。いろいろ開けたい。机拭くやつとキッチン水浸しになったやつ拭くやつとかいろいろ使おうと思います。で次がこれ初めて買ってみたんですけど、裏起毛のタイツで、これがねあったかくこうポカポカしてくれる機能と、あと抗菌防臭機能、汗とか汚れから発生する匂いを抑えてくれるっていうやつでね、160デニールって今まで私見たことない。60デニールとかならわかるけど、でめっちゃ分厚そうな数字っぽく見えるんですけど、意外とねそうでもなくて、めっちゃ冷え性なのであんまりね冷やしてもダメじゃないですか。だから温めたいなと思って買ってみました。でサイズは M から L と L から LL っていうやつの2種類が売ってました。カラーはねこれ私黒買ったけど、グレーのものとか、あと赤っぽいのとかねありました。この楽ちんあったか素材っていうやつ、ちょっと前にアップしたスリーコインズのモコモコグッズがすごい優秀だったから、今回もちょっとこういうの買いたいと思って、あ、普通に、ただ普通に分厚いタイプ、あの履いても絶対あの足が透けたりとか二重デニールみたいな感じにならない感じ。これ今日履いてこうかな。静電気すごいバチバチ言ってるけど怖っ。なんかスカートの下とかにいつも私ツアーしに普通に靴下履いて靴を履いてたんですよ。じゃあめちゃくちゃ発酵してない？じゃあね、あの足の部分は高くても膝とかの部分から冷えたりすることがあって、今日ちょっと今から出かけるので早速これ履いていってどんな感じかテロップで感想出しとこうと思います。ほんとただ普通のタイツなんですよ。分厚い。温めていこう。これちょっと後で履くんで覚えといて。はい、じゃあ残りも3つなんですよ。1つこちら、吸水のしてくれるマイクロファイバーのマットです。これはね2枚入ってるんですよ。少し小さいのと大きいやつ。開けてみます。タイトルこんなやつ。もっとねシンプルな、なんか大理石風のプリントがされたこういうマットも売ってて、最初ねほこりついてた、最初それを買おうと思って手に持ってたんですけど、これ見つけちゃって、これ新商品らしいです。このね絵柄シリーズ他にもたくさん出てました。それこそさっきみたいなこういうキッチンクロスのこれ版とか、結構ね柄が激しいんですけど、まあ別に吸水マットとして使うなら全然目立たないかなと思って、ちょっと今まだホコリすごいけど、裏こんな感じで表がこれ、手カサカサしてるからねめっちゃくっつくんですけど、このね大きさ2つが入ってます。今普通にあの水切りラックを置いてるだけなんですよ。今使ってる水切りラックは前までニトリのもの使ってたけど、今は楽天ルームに戻したやつ使ってるんですよ。でもねやっぱりどの水切りラック使っても水浸しになるんですよ周りが。だからそれの下に引くのと、あと食器をね洗ったやつ置く場所の下にこれを引こうかなと思います。これどうなんやろ、一回洗濯した方がいいのかなこれね。やっぱで残りねもう2つだけなんですけど、同じやつ2つ買ってきました。こういうね A4 のファイルが入るサイズのボックスです。これねちょっとこれは収納するシーン撮れないんですけど、あのトイレの上の棚のところにしまおうかなと思って、トイレ掃除のものとか、あと生理用ナプキンとかそういうのをね今まで入れてるのも全部スリーコインズで買った不思議の国のアリス、もうそれも3年前に引っ越してくる時に買ったようなやつなんですけど、半年以上前からもう取っ手の部分が取れちゃっててボロボロだったんですよ。で毎回毎回取りづらいなと思ってたのでようやくね買いました。今持ってたやつはね蓋付きのものだからそんなに素材は良くなかったんですけど、今回蓋がない分ね結構生地がしっかりしてくれてるし、あとここでね台をくっついてるんですよ。この台が取り外しはできるけど、こんな感じでここで縫い付けられてるから、そのままパカッと下ろして箱になります。でここに、まあ、そういう掃除グッズとかをねこうやってしまってポンと上の棚に置こうと思います。
これをね、私は縦にしてこう2つ収納してるんですよ。あとトイレットペーパーとか。取っ手はね、ここの前の部分、横長の部分に1つと、あとこっちにもね、あるんですよ。だから私みたいに縦に入れる人でも使いやすい。あとこっちの2方向はついてない。でもこの縦バージョン、横バージョンでついてるのすごい嬉しいなと思って。これもね、サイズが何種類かあって、私は一番大きいやつかな？蓋のないやつ買ってきて、で、カラーがブラウンのものと、あとこのグレーのものが、私が見た限りだとありました。今まで使ってたやつがブラウンっぽい感じのカラーだったんですけど、ちょっと暗いなと思ったんで、こういう色一回使ってみようかなと思って、これ、またちょっと数年間はこれを使おうと思います。はい、ということで今回は一人暮らしのスリーコインズでの購入品でした。ということで今から高校時代の友達が遊びに来るので、これをね、履いて出かけてこようと思います。それでは、今回もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。毎度ー。